はい、どうも大成です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はなんと、普段はね個性で購入品紹介するんですけど、ここ最近結構春物バタ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 っとね届いてきたんで、ここ最近で買った特に気に入っているアイテムと、その中でもすごく重宝できるアイテムだったりとか、これから絶対にね活躍しそうなアイテムをピックアップして紹介できればなと思っております。今回の購入品なんですけど、結構偏ってて、まあいろんな意味で偏ってるんですけど、まあ見ていただいたら分かるんですけど、今の僕のなんか気分というか、うわこれめっちゃ欲しいなと思ったものがすごくあからさまに分かりやすい購入品なんじゃないかなと思っています。でまあここ近年トレンドですごくねブラックのアイテムだったりとか、ちょっとこうミニマルな、いわゆるシークレットラグジュアリーみたいなテーマがあるんですけど、まあまたちょっときれいめなアイテムがねトレンドでまたキーワードとして上がってきてるんですけど、まあそういったちょっとまた綺麗めなアイテムを買い足したので、あれ大成さん最近すごくカジュアルなアイテムばっか買ってたのにって思われる方も多いと思うんですけど、ちょっと一回原点回帰してちょっと綺麗めなアイテムを購入してみましたので、よかったらぜひ購入品紹介参考にしてみてもらえたらなと思っております。じゃあまず一つ目紹介していきます。はい、まず一つ目こちらでございます。じゃん、ブランド名が CFCL というブランドでございます。元一世三宅でね活躍されてた方が手掛けたブランドになるんですけども、結構デザイン的には結構シンプルで、でも編み地がすごく面白い、ニットでございます。表面上にすごくこうポコポコしたメッシュニットになっております。素材もポリエステル 100% と耐性ポリエステルを使用しているので、すごく軽いニットになってます。春にニット買うのかよって思われる方も多いんですけど、すごくねメッシュ素材で通気性が優れているニットになっているので、そもそもめっちゃ涼しいです。で、最近結構タンクトップだったりとかノースリーブを中に仕込んで着ることが多いんですけども、夏場だとタンクトップ入れて着ればいいかなと思いますし、夏にねちょっとこうショーツスタイルと合わせたくて、下はちょっとこうショーツで短めにして、上はこういうゆるっとしたニットを着てちょっとバランス取っていきたいなと思って購入させていただきました。でね、 CFCL のニット本当にずっと気になってはいたんですけど、あまりこう手は出してこなかった、ニットになっていて、まあ、ニットならもう少し派手なものを着たいなって思ってたんですけど、まあ、程よくデザイン性も効いて、まあ、編み地もすごく面白いんですよね。やっぱ CFCL のニット全部こう編み方がこうリブの部分だったり変えてたりしてるので、こういうディティールのね編み地もすごくなんか自分の今の気分に刺さったなっていうところと、あとはやっぱりブラックのニット、 SS のブラックのニットは重たい印象にはなるんですけど、まあ、夏のオールブラックを肌見せしながらスタイリング組んでいきたいなと思って購入させていただきました。これ結構ね良かったです。これベストだったりとかフーディーだったりとか他のアイテムでも結構あったので、ぜひね CFCL のニット取り入れてみてほしいのと、あと再生ポリなので洗濯がいわゆるめちゃくちゃしやすいんですよ。洗濯もしやすいので結構ニットなのにガシガシ使えて、天然素材とは違って気を使わずに使えるってところが自分の中では購入するきっかけになりました。まあ一つあるとマジで便利だなと思って購入したんですけど、結構大人の人がね CFCL を買ってるイメージではあるんですけど、まあ僕もいわゆるもう30代なので大人な印象を与えたくて購入しました。はい、次はこちらです。すみません、ちょっとシワシワになっちゃってるんですけど、コスの T シャツでございます。僕ねこれ2色買って2枚ずつ買ったんですけど、コスのコンパクト T シャツですね。これで4500円ぐらい、これマジでめっちゃいいです。サイズは XS を購入しましたね。一番ちっちゃいサイズをちょっとピチッと合わせたくて、今期の T シャツはなんかオーバーサイズを着るっていうよりかはレギュラーサイズだったりとか、トレンドをキャッチしてる人だと結構トップスはピタッと着るのがすごい素敵かなと思います。個人的にもねもうオーバーサイズのトップスってあんまりもう買わなくなってきてるなっていうところもあるんですけど、まあアイテムによってはオーバーサイズでもかっこいいなって思う時もあるんですけど、まあ徐々にサイズ感はちっちゃくなってきているなと思っております。金額も4500円と T シャツの中ではまあめちゃくちゃ安いわけではない、いわゆるユニクロさんとかで買った方が安いは安いんですけど、まあやっぱり何がいいかっていうと、ここまでのサイズ感があまりない、リリースぐらいちっちゃいサイズで展開してたりとかするのと、あと袖ですね、袖がめっちゃ短いのがすごくポイントでした。昔までは5分袖ぐらいだったんですけど、いわゆるもう本当に半袖って言われるようなレギュラーフィットな肩線も落とさない T シャツがすごくいいなと思いました。まあ、こういうピタッとした T シャツ
シャツにもうダボッと大きいパンツを履いて A ラインのシルエットを強調したスタイリングに落とし込みたいなと思って購入しました。あとはやっぱインナーとしてもこの T シャツは活用できるのと、洗濯もね結構何度か繰り返してるんですよ。もう1枚の方繰り返してるんですけど、物持ちもねある程度いいです。でこれ白黒とあともう3色ぐらい色展開もあるので、まあそういった上でいろんな自分の好みに合った T シャツのカラーを選んで、サイズもね XS から XL ぐらいまでサイズ展開もあるので、まあそういった上でバリエーションはかなり持たせて購入できる T シャツかなと思ってます。ほんとシンプルでミニマルの T シャツ無地で探してる方はコツさんおすすめでございます。これすごい良かったです。次3つ目がこちらです。ここ最近よくインスタの方でも僕履いてるんですけど、ペンチェンワンのストライプのワイドスラックスになります。でデザイン的にはちょっとこうインサイドアウトされたようなね、ポッケの裏地が表に出てきてるような手法でデザインが組まれてます。ここもねウエストの部分も裏をめくったようなデザインですね。まるでこうパンツを逆で履いてるかのようなデザインが、まあ、インサイドアウトと言われるような手法なんですけど、こういうポケットのこの切りっぱなしのデザインとかもすごい可愛いですし、裏地がこうウエスト周りに見えてるディテールも腰周りにすごく目線がいくようなデザインになってたりしてるのと、あとは単純にストライプのスラックス探してたので、まあ、すごい今気分だなと思って購入させていただきました。すごく気に入ってます。なんかもう本当にズドンって太いあのワイドスラックスになってるので超合わせやすいですね。いろんなコーディネートに組み込みやすいボトムスになってるので、マジで1本あるとすっごい楽です。これにノースリーブ合わせたりとかで、スニーカーいわゆるめちゃくちゃダボっとしたトラックスのサイズ感じゃなくてフルレングスなのでスニーカーと合わせやすいですね。なんかワンクッション貯めてゆるく履くぐらいでいいかなと思ってます。なんかボリュームソールのものってよりかはなんかコンバースとか、まあアディラスサンバみたいなものとかと合わせたり、ジャーマントレーナーとかと合わせたりするとすごく相性いいボトムスになってます。だから春夏超使いやすいと思って購入しました。マジでシンプルなんですけど、ちゃんと一癖一癖残しながらデザインに落とし込んでるフェンチェンワンのパンツでございます。これめっちゃいいです。ストライプのスラックスってなんか定期的に流行るんですけど、なんか今また表面上にデザインがあるものを僕集めていて、昔無地ばっかりこう結構好きで履いてたんですけど、ちょっとこうストライプ調が入ってたりとかグリッターが入ってたりとか、それこそこういうインサイドアウトがされていたりとか、あとはコーティングされてるようなものだったりとか、少し表面とか生地の表情で奥行きがあるようなアイテムが今いいんじゃないかなって思ってます。まあその中でもこうピンストライプのスラックスってすごくコーディネートにも落とし込みやすいし、超日常使いもしやすいし、なおかつきれいめな印象も与えてくれるってところでこのパンツを購入してよかったなって思っております。これはねマジで本当に気合を入れたアイテムですし、こんな高いアイテム久しぶりに買ったっていうか人生の中で多分1位かな。リックのレザージャケット抜いたんじゃないかなと、まあセットでね。まあこれはもともと去年ねパリで展示会に行かせていただいて、マジでかっこよくて絶対このために金貯めると思ってなんとか貼られたんですけど、紹介させていただきます。生チェコですね。初めて僕デニム持ってたんですけど、こんなコレクションピースみたいなアイテムを初めて買ったんですけど、生チェコの、3ピースのセットアップでございます。でジャケットがマジめっちゃかっこいいんですよ。で結構デザイン効いていて、この後ろの裏地がストライプの裏地がもうそもそもこのぐらいこう見えてるようなディテールになっていたりとか、すごいジャケット自体は結構芯も入ってますね。肩パッドも入っているような固めのテーラードジャケットなんですけど、生チェコらしいこう結構斬新なカッティングとかディテールだなと思ってるのと、まあ、ボタンはねいつも通りのこの、 あの生チェコの水牛のボタンなんですけど、ベース自体はシンプルなんですけど、やっぱ細かいこういうところの襟だったりとかを、まあ、切りっぱなしのデザインにしてたりとか、サイドについてるベルトみたいなところでこうウエストマークしたり後ろでこうくくったりしてジャケットのシルエットを変えるようなジャケットになってます。でそれと同じ生地、トモジの生地でスラックスがあって、まずウエストのこの部分に美獣がめちゃくちゃバーってついてるんですよ。ここ美獣がブワーって
まあ、これがそのままめっちゃ縦にこう尾柱が入ってるおかげなのと、ピンタックをそのまま尾柱の下からというか、まあウエストからピンタックをグワーってつまんでるので、こうセンタープレスよりもすごくこうシャープに見えるような縦線がすごく強調されたデザインになっているので、足がもうめっちゃ綺麗に見えるんですよね。で、足がめっちゃ綺麗に見えるのと、裾の部分も分かりにくいかな、こう段をつけてるので、普通の細身のスラックスに見えるんだけど、よく見たらすげえことしてるなみたいな、まあそういうボトムスだし生チェコっぽいなってやっぱ思います。で、それと同じ生地でショーツの3ピースなんですけど、これも裏地が出てますね。裏地が出てるデザインで、いわゆるフロントから見るとスカートなんですけど、後ろから見るとショーツなんですよ。で、足通すときはもうほぼショーツなんで、スカートを履いてるっていうよりかは、まあ短めのショーツをレイヤードしてるっていう気分になれるので、メンズで今年スカートも流行ってると思うんですけど、なんかスカートだと恥ずかしすぎるなって方はすごい使いやすいんじゃないかなと思っております。ただデメリットとしては、裏地のストライプが見えるんですけど、あの座りじわがめっちゃつきます。これそこだけちょっと買ってから気になりましたね。うわ、これめっちゃ座りじわ目立つじゃんみたいな、まあ、デザインで言うとやっぱりもう本当に僕は買ってよかったなと思います。はい、続きまして、もうこれはもう僕大好きなブランドですね。これもインナーっていうか、まあ1枚で着れるノースリーブですかね。ブランド名はロングフォーザミュートでございます。これもパリの展示会で見ていいなと思って購入したんですけど、やっぱソングフォーザミュートのいいところは、やっぱオリジナルピンズが全部のお洋服に大体入ってるっていうところが、僕はなんかすごく、しかもソングフォーザミュートのピンズもめっちゃセンスいいんですよ。だから別にこれ取り外して他のお洋服にもつけてもいけるし、こういう金具ついてても洗濯の時に取っちゃえば気にせずに使用できるってところもあるので、こういうところがやっぱラグジュアリーだよねっていう、すごくノースリーブで3万円ぐらいで高いんですけど、いいアイテムだなと思ったのと、ここ数年結構暗いこうテーマが多かったんですけど、今季のソングフォーザミュートはこういうお花、こう明るめのテーマがすごく多いコレクションでした。で、まあ近年こう戦争が続いて経済的に暗い時代が続くと、結構コレクションブランドって世界を明るくしようっていうデザイナーさんとかもいるので、まあ、いわゆるコレクションが明るくなっていく時が多いんですよ。まあ、重たいコレクションもあれば、まあ、そういう明るいテーマの時が多いんですけど、今期はなんかそういうところの背景もあったのかなって思って考察してたんですけど、まあ、いわゆるこうお花を今回テーマに置いたディテールとかグラフィックとかが多かったです。このノースリーブ自体は結構釜はすごい深いってわけではないんですけど、切りっぱなしのデザインになっていて、幅は結構大きめにあるので、大きめなシルエットで着れるようなベストでございます。これもインナーにレイヤードしてもよし、中にシャツ仕込んでもよし、まあ1枚でもちろん着るのもかっこいいみたいな感じで、今から買っておけば本当に幅広く使えるノースリーブのデザインでございます。あとはもう真夏はショーツと合わすのが一番すっきりしててかっこいいかなと思ってます。まあこれはもうなんか色ですね、色とか、まあ、あとはこのピンズももちろん好きですし、このちょっとフェードしたグレーみたいな感じですね、アセタこうフェード感のあるグレーの色味がすごいいいなと思ってノースリーブの、アイテムを買いました。これはなんか特にめちゃくちゃ紹介するってわけではなくて、ノースリーブ探してたらぜひこのソングフォーザミュートも見てみてもらえたらなと思ってます。ブラックのショーツとか合わせたり、下にカーキのね、僕が持ってるカラーのショーツ合わせたりとかしてもかっこいいかなと思って、あとはなんか MSU のレーザーカットのショーツとかも相性がいいかなと思って、それそういう風に合わせようかなと思って購入しました。最後になるんですけど、こちらでございます。サブレーションズのボトムスですね。あのマジでもう最近ボトムスサブレだけでいいじゃんって思ってるぐらい、サブレーションズのパンツめっちゃ気に入ってて、特にこれとあとヘリクルパンツが気に入ってて、このボンテージパンツって言われるものですね。結構ねボンテージって聞くと2000年代とか僕の10個上ぐらいの年代の方々は、うわすげえ懐かしいデザインのパンツだなって思われる方が多いかなと思うんですけど、ここ最近僕結構細身のパンツにフォーカスしてて、細いパンツめちゃくちゃかっこいいなってまた思ってるんですよ。昔みたいにこうピタピタスキニーってよりかはやや細身のボトムスがいいかなと思うんですけど、まあ、その中でもこういうちょっとボンテージってすごくデザインの効いたボトムスなんですけど、サブレーションズのボンテージはこのジップの開け閉めによってスッキリも見えるんですけど、開けるとかなりジップの虫が見えてきて、シルバーのこう色がパンツに主張が強くなるので、これもなんかプラスとマイナスみたいな感じで、過剰なデザインが出て
くる時もあればマイナスできるっていう、その今回のプラスマイナスのテーマが組み込まれた商品なんですけど、これやっぱめっちゃスタイルよく見えますね、細身のパンツって。なんでスタイリングもいや組みにくいかもってやっぱ思ってたんですけど、思ってる以上に組みやすいですし、そんなにねトップスがシンプルであればあるほどハードに見えないので、このボトムス本当におすすめしたいです。で僕はダブルブラックっていうとウォッシュのデニムにコーティングをかけたデニムのタイプなんですけど、これねマジでかっこいいです。あんまりこう言い過ぎると宣伝っぽくなるんですけど、僕最近結構レギュラーで履いてますね。あとやっぱ育てがいがあります、デニムでも。なんかみんな結構太めのパンツのデニム履いてる印象なんですけど、こういう味変持っとくと、あの日常の中ですごいシルエットの強弱をつけられるようなスタイリングが組めるので、毎日毎日太いパンツっていうよりかは週に2回ぐらい細いパンツを1週間の中に組み込んでもらって、1週間のコーディネートの鮮度を変えてもらって気分も変えてもらえたらいいなと思うんですけど、単純に一番大きい面積のボトムスって変えるだけで全然スタイリングが変わるんですよね。下半身から下の部分ってすごく面積が大きいので、上半身変えるよりもボトムスで結構アクセントをつける方がスタイリングが結構ガラッと変わります。ここ最近同じ提案ばっかりしててすごいスタイリング疲れてきたんですよねとか、ここ最近なんかあんまりファッション面白くなくてみたいな感じで思ってる人は一回ボトムスのシルエット変えてみてください。またスタイリングうわめっちゃ楽しい、おしゃれするの楽しいって思えるようなアイテムかなって思います。はい、ということで今回はみんな分かりました。僕超偏ってるんですけど、マジブラックのアイテムしか買ってないんですよ。全然色物のアイテム買ってないんですけど、その中に夏になれば夏になるほど、まあ、ちょっとカラー物を差し込んでみたりとか白のトーンとかを今後買い足していこうかなと思ってるんですけど、こうブラックのトレンドが今来ているのでブラックのアイテムを集めたくなるなとは思って、今気分的にはブラックのアイテムを集めてはいるんですけど、でもね今紹介したのは結構綺麗めなものからデザインものまで幅広くご紹介させていただいたので、今こう自分が何買えばいいか分かんないやとか、なんかどういうスタイリングでいけば迷ってるんですよねみたいな、今トレンドの転換期なので、ちょっと自分じゃ今まで手を出してこなかったような新鮮なアイテムを手を出したりとか、聞いたことないちょっとブランドを探ってみて自分でこう実際に肌で感じてスタイリングを組んで地上のコーディネートに落とし込んでもらえたらなと思っております。とてもね今はおしゃれしやすい時期だと思います。ノームコアからどんどんこうまた過剰なデザインも出てきてるし、逆にまたこうシークレットラグジュアリーみたいな綺麗めなものも流行ってるので、そのジャンルにとらわれずもっとこう自分らしい新しいものを探してお買い物してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回購入品紹介させていただきました。まだまだ購入してるものあるのでどんどん紹介させてもらえたらなと思ってます。今後はなんかちょっとハウトゥー、このパンツを使ってどうやってスタイリング組めばいいのっていうコメントもねいただいたこととかもあると思うので、どんどんスタイリングの提案もちょっと増やしていこうかなと思っております。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。